シージャーどうも、リサです。ナです。ノリバンです。はい。ついに来ました。ついに来ました。本日は、J.O. ワンダリング。違う。J.O. ワンダーショー。J.O. ワンダーショー。先行抽選の登録発表の本日です。先行まで取ると思ってなかった。でも今回からローソンチケットに変わったということで、まあ、ローソンにあやかろう習慣をしましたよね。そうです、はい、ちゃんとやりました。あの前も言ってましたけど、ちゃんとセブンイレ近いけどローソンに通おうっていう習慣やったんですよ。減らした？回数は減らしました。当たんねえじゃん。何してんの？だから今日は巻き返そうと思って一回買ってきましたこんな感じで、こんな感じで。私たち服もローソンカラーなんだよね。ローソンカラーです。みんな見えてますか？持ち得ているちょっとブルーをなんとか集めたらこうなります。なんとかどうしても当てたいなっていう気持ちなんです。とりあえず、まあ、8時になってるんですけど、うん、まあ、一旦お腹がついてどうにかなりそうなので、一旦食べられるけど、ね、いただきます。いただきます。うまい。おいしい。ローソンしか硬いやんな。で、ローソンが一番大好きやんだよ。ほんまにセブンイレのついでに好きなのはローソン。いや、ローソンが一番好き。ほらもう、これでリサちゃんの名義で当たってたらほんまに土下座する。ローソン。リサちゃんですね、ローソンです。ラーメン作るわ。やった、ありがとう。美味しそうだ。あー、しかった。ベタベタ言ってちょっとおでこ。おー、そう。フラッシュが消えた。どう？おいしい。辛い。まあ、食べない。坂田のラーメン食べてきた女ですから、ね、あー、ほんとや。こう長いの今のラーメンばっかりしてるから当たるんじゃん。もし当たらんかったら、うん、一回なにわ男子に土下座する。なにわ男子に土下座するんだよな。目移りしてすいませんって。なにわ男子さんすいません。ちょっと遠慮させてもらいますよ。ごめんなさい、もう行きません。痛ー。でもおいしい。めっちゃこれは祝福のプレミアムロールケーキです。なので当たらなければ食べれません。マジかよ。ほなもうその方にした。完璧だ。わざわざやった。うちらこれもそろいやし、そろいやし、これもそろいやし。これは意図的にやけど、これは半年ぐらいお互い気づかんかった。え、今日気づいた。でもやっぱ首太いんや。だってここパツパツやもん、私。ちゃうやつなんかも知らんよ。結構口パツパツ。そうや、私もパツパツ。ゆるゆるやん。触ってシンプルにもんやねんけど。今のやいや。こりゃ頭にゃ。でもさ、もう首太いんかも。太くないって。え、だって、触ってちゃうって。一回交換してみる。だからほんまにそうかも。なんか違うやつか。ほんまにそうよ。あっ、こんなんやったか。コンコしてちゃうね。首見せたいから。見えるかなって。当選かどうか、どうですか？マヤ、終わりですけど。マジ海の嵐のようにね。海の嵐です。すみません。なにわ男子、私入ってて。あれそういうことやんな。出てくるやん。なにわ男子が楽しかったな。携帯開いてみて。世界変わってな。嵐も変わってな。マジ嵐も変わってな。え、どうしたの？何があったの？今何が起きてるの？パラポスター行く気ですか？もう私たちは海賊よりパイレーツオブカリビアンですから。今カリビアンなってます。そうなってますから、当ててください。お願いします。これもラポスターも当ててください。当ててください。え、どうする？行く？行くか。とやかく言うててもな、答えはもう決まってんのよ。現実リアルしかないんで。This is a real so real。 で、見る？ちょっと調べてもらう。 This is non dream so real。 そういうことや。じゃあ、曲やな。行きます。あ、This is so
ドリーム言ってない言ってない、なんで忘れてんねんな、しかもちゃほんまに。オッケー、分かった。 This is no dream。 This is no dream。 No real。 いいじゃん。今日も疲れの前に私たちのチケットを当ててください。誰今日も疲れてる。ねんちゃん、ねんちゃんは見てみよう。一回見てみよう。ねんちゃんと共に見たいなって思ってます。いきますよ皆さん。 This is no dream so real。 せーの、これが無理やったら無理やねんってなって笑ってき今まで笑いやそうドリームになんねんで、すべてが未来が見えてないだろ、答えが出たら未来が見えない This is not dream story。 めっちゃ出てない、出てない、はい、出てない、出てない、出てない、 This is not dream story。ローソンにクレーム入れてた。ひとっ走り行ってきてくれる。ひとっ走り行ってくる。今日のアメリカ先生の言葉めくってんけど、この間ずっと人生はブーメラン。いいことをしよう。突き刺さるね。ねえ、ローソン以外使ったからじゃないの。メロワンの到着前に何してたんやろ。ミッチー腕はそう、ミッチーがこいっちー。確かにミッチーはかっこいいっち。紛れもない事実だっち。いいな、ミッチー生で見てる。そう、めっちゃかっこよかった。いいな、ミッチーはそこで。ミッチーはやっぱな、造形美がやっぱちゃうな。ミッチーに行くか。いや、油断してファンクラブに入ってくるね。そっか、ダメだこりゃ。しかもな、油断しは一回で終わりだよ。そっか、こちらみたいにこうやって。そうだよね、だってこうやって何回も応募できることを本当にありがたいって思わなきゃいけないよね。ありがとうございます。下がある下がある下があるさ、座席いらない、座席いらない、俺の座席がない。最速先行全落ちで普通の戦争を持ちた、残るはメール先行だけど敵が絶対悪い。チャッチャラチャチャ。なんでそんなうまい。ほんまに教えてんの。特にやなにわ男子のライブに行った。そしたらジェボン当たらない。なんでだろう、なんでだろう、道かっこよかった。できる前な。神戸丸の記念ホール、電車めっちゃ混み込みだよねと思った人はチャンネル登録、高評価無断です、お願いします。だからのりばんちゃん行かなくてもいいんじゃないとは絶対に思わないよ。私たちはのりばんちゃんたちがメール先行で絶対当たってほしいから、あの混み込みの電車もちゃんと体験してほしいなって思った方もチャンネル登録、高評価無断です、お願いします。それでは最後、ご自分せーの、どっちきのバケ。